東京都立大学、システムデザイン学部、航空宇宙システム工学科、助教の大島です。大空を飛ぶ飛行機や宇宙機は、空を飛ぶという特性から、建築物や自動車など、その他の構造にはない特徴を持っています。一つは、他の構造物と比べて、重力に逆らって空を飛ぶため、極めて軽量であること。もう一つは、 構造の破壊は、墜落など致命的な結果を招きかねないため、高い信頼性が求められることです。このことから、最も先進性が求められる構造と言っても過言ではありません。ライト兄弟によって行われた世界初の動力飛行から100年以上が経ちますが、その間に航空機の材料も大きく変わってきました。最も初期の機体では、 木でできた骨組みにノーハル構造でしたが1930年代にはジュラルミンと呼ばれるアルミニウム合金が使われるようになり今日でも広く使われております1980年代には新たな材料が航空宇宙構造に使われるようになりましたそれは複合材料と呼ばれる材料です複合材料とは、 複数の材料を組み合わせて材料単体では実現できない特性を実現可能な材料です航空機の構造としてよく用いられている炭素繊維強化プラスチック英語の頭文字を取って CFRP と呼ばれる材料が代表的です複合材料の特徴としては軽量かつ高強度であることが挙げられます例えば鉄鋼や アルミニウム合金と比較すると重さあたりの強度はこんなにも大きいですボーイング社の787型機やエアバッシャの A350 型機では機体重量の約50%体積では約70%が複合材料で構成されています右上の画像は実際のボーイング787型機の機体構造ですが 黒色が特徴の CFRP でほとんど構成されています。私の研究では、この複合材料に着目した強度評価を行っております。それでは、具体的な研究の一例を紹介します。一つ目は、複合材構造の高速度破壊試験です。航空宇宙構造は、野鳥との衝突など、高速の物体衝突が生じることがあります。 意外なところでは、整備中の工具の落下によってもダメージを受けるそうです。この研究では、高速度カメラを用いて、長期破壊試験の様子を観察しました。試験法の開発から、強度評価まで行っております。動画の様子では、非常にゆっくりに見えますが、なんと、この動画は、実際には数ミリ秒の現象なんです。 数ミリ秒とは、皆さんがまばたきをしている間に50回、この動画を再生できるほど短い現象です。続いての研究は、微視的破壊観察です。この動画は、複合材料の構造に損傷が生じる様子です。右下に100マイクロメートルという長さの表示がありますが、これはどれくらいの長さでしょうか。 100マイクロメートルとはなんと皆さんの髪の毛の太さと同じくらいですこれほどまでにミクンの領域の破壊現象を顕微鏡を用いて観察し破壊のメカニズムの解明を行っておりますさらにコンピューターを用いた数値解析技術により損傷現象のシミュレーションにも取り組んでいます最後にこの研究の目指すところを紹介します 私の行っている研究は、特に航空宇宙構造の信頼性に関わる研究となります。また、構造や材料の強度という観点から、革新的な航空宇宙構造の創出も目指しています。将来的には、こちらの画像のような新しい世代の航空宇宙構造や材料の実現に向けて研究を進めていきます。 航空宇宙システム工学科、宇宙利用工学分野助教の竹中です。私は図のように、衛星から光、レーザーを用いて高速光通信を行う宇宙光通信の研究をしています。宇宙光通信の必要性について説明します。衛星に搭載されているセンサーの解像度は向上しており、それに伴い、 データ容量が増加しています皆さんが使用しているスマホのカメラの画素数が上がっているように衛星に搭載されているカメラやセンサの解像度が上がっているということですまた宇宙通信に用いることができる電波資源が逼迫しておりこれ以上電波での通信速度の向上が難しくなってきていますそのため より早い衛星通信手段が求められておりその解決方法の一つとして光通信を用いれば高速大容量通信が可能であるため現在注目されています注目されている光通信ですが問題もあります衛星と地上は線やファイバーなどでつながっているわけではないため図のように 衛星地上間で光通信を行うためには大気を通過する必要がありますそのため大気による大気揺らぎの影響を受け通信品質の劣化などが起こります大気揺らぎの例として夜、星を見ていると星がチカチカと瞬いて見える現象や夏に見られる陽炎などがあります 大気揺らぎが起こる原因は、大気が微細ながら屈折率を持っているためです。そして、大気の屈折率は主に温度変化が影響します。そのため、高度の変化による温度変化や、風による温度が違う大気が混ぜられたりして、大気は常に変化しています。このような温度の違う大気を複数通過することで、光が屈折し、大気揺らぎとなります。 そのため大気を光が通過する際には大気揺らぎの影響を受け衛星すぐそばではきれいであった光の破面が大気を通過後はこのように歪んで見えます主な研究ターゲットは先ほど説明した大気揺らぎによる通信品質の劣化を低減したり保証するための研究をしています 例えば、待機裏切りによって欠落したデータを訂正する誤り訂正符号の研究や、受信システムでの保証工学の適用などがあります。保証工学の適用とは、待機通過後の歪んだ波面を待機通過前に近づける技術です。その他にも、星と望遠鏡を用いた待機裏切りの観測をしています。 星の光は大気の外にある光源であるため、衛星からの光と仮定していろいろな実験が可能です。その他に、最近では機械学習を用いた大気エらぎによる受信強度変動の推定の研究をしています。大気揺らぎは自然現象であるため、ランダムに追われますが、完全にランダムではなく、 機械学習を用いることである程度の精度で推定できることが確認できておりさらに精度の向上を目指していますこんにちは航空宇宙システム工学科推進システム工学分野助教の西井恵太です私は人工衛星を含む宇宙機に搭載されるエンジンの研究を行っていますこちらの写真のように近年スペース X を代表として 多くの衛星や宇宙機が打ち上げられ、宇宙開発が盛んになってきました。こちらはハイブサ2の写真になりますが、このミッションのように宇宙機が新宇宙へ到達するために加速したり、ミッション中に軌道を変更しようとする場合があります。その際には写真で示すようなエンジン、つまり推進機が不可欠となってきます。ここで宇宙用推進機について簡単に説明します。 更新空間で動作することになりますので、打ち上げロケットに見られるような大きな推力の化学反応を必ずしも必要としません。そして、このこちらに示すような特色に応じて使い分けられます。まずは、推力、つまり燃費が良い電気推進機があります。また、性能が落ちますが、搭載しやすく制御が容易なコールドガスジェットという推進機が存在します。最後に、打ち上げロケットのように大きなパワーを持つ化学推進機が挙げられます。 私はこれらの中でも特にコールドガスジェットと化学推進を対象として小型推進機の開発に取り組んできました。小こ型こであるということは開発費が安くなったり安全性の面から打ち上げの機会が得やすいといった特性があります。しかし一方小さく施設つつも高い性能を維持することは難しくそこに研究としての面白さがあります。私は実際に現在宇宙で作動している水を用いた推進機の開発に携わり それから由来して微小重力化での水の蒸発研究を行ってきました。さらには小型でも大きなエネルギーを得るために、マグネシウムの低圧燃焼の研究も行ってきました。これらのような蒸発、火炎などの気薄反応性流体の研究が私の一つ目の研究となります。また、電気推進とコールドガスジェットを対象に、推進機が地上試験で受ける影響の調査も行ってきました。 推進機は先ほど説明したように真空下で作動するのでそれを模擬するための真空チェンバーが試験では準備されますしかし宇宙の完全な模擬は不可能でその真空度は1000倍から1万倍ほどの差になってしまいますこの差がもたらす影響を調査するため私は実験と数値計算を組み合わせて研究を行っています左の図はノズルから出てくるガスを可視化した実験で右の図はシミュレーションでその状態を模擬しています 数値計算を用いることで、地上では限界がある作動結果を宇宙での性能予測へとつなげることができます。私はこれまで紹介した通り、幅広い宇宙推進機の研究を行ってきました。また、実際の宇宙機開発経験と実利用に際した施設影響研究を行っています。これらの研究から宇宙推進機の利用を拡大し、もっと身近な宇宙開発につなげていきたいと考えています。 もしし研研研究究究内内容容にに興味を持たれたたれ方はは QR コードよりりりり詳細なななやががごご覧ままますす私、西井の研究紹介は以上となりますありがとあうございました Hello, everyone. My name is Sajjad Keshkar. I'm a new professor at the TMU with experience of studying and working in Ukraine and Mexico. My greatest passion is space and everything related to it. my main lines of research are space mechanisms. i work on designing, building, and controlling of these space mechanisms. we are working on several projects for building um, and manufacturing of parallel robots, orbit simulators, devices for co controlling the orientation of the satellites, and even small drones. every project starts with the mechanical design. Using a CAD program. Next is to design the electrical parts. We then move to the control of mechanisms, which involves a lot of mathematics of law. Finally, our devices are ready for experiments. Here are some stages of concept proof uh, experiments of our newest uh, satellite controllers. The fun part of our community. Is that it's very international. You will be able to work with our students and researchers, visit different countries, and receive a lot of foreign guests. Please join us at the TMU. I welcome you to our family, where you can learn the fundamentals of space engineering and apply your knowledge to improve the life of humans and, our, and also our planet. ありがとうございました。てみゅうで会いましょう。